皆さんこんにちは、土着園芸の鈴木です。本日も、水生植物直売店、でお送りさせていただいております。ですね、このようにね、直売店の目の前にあるあのこの街路樹もですね、このようにだいぶほとんど8割方落ち葉が落ちかけているというような状況ですね。この冬のね、間近ですね、この真冬直前の、時期に、農場のハスをご紹介いたします。別にあのね、枯れてるだけのこの真冬の直前のハス農場、誰も見たことないって思ってるかもしれませんが、まあ、あの紹介させていただきます。見たくない人は見なくても全然構わないので、それでは、これからご紹介いたします。こちらです。夏はこのように人が隠れるほどに大きくなっていたハス、今はどうなっているのでしょうか。じゃーん。というわけで、ハスの農場の方にやってまいりました。このようにですね、一面、ハスの花だらけだった農場もこの11月の下旬、冬、目前にしてもうカレッカレですね。このように一面枯れ姿になっております。地中ではですね、ポットの苗と同じような感じで、ここのレンコンが眠っている状態ですね。土着園芸の場合はレンコンを栽培しているわけではないので、春までこのままの状態です。ちょっとお話ししていたように、田んぼの方では水は張っておりません。このような感じで全く水は張ってない状態で、ちょっとね、ひび割れが出てる、こんな感じですね。このような感じで、土にひび割れが入るぐらい、少し乾き気味、でもカラカラに乾いてるわけではないですね。このような状態ぐらいは全然平気ということですね。少しだけ散策してみましょうか。といっても枯れ姿なんでね、こう農場の地面広がってるだけなんですけど、ちょっと短い草が生えてきてますね。こういうね、完全に枯れてしまってる状態、軸もポキポキ、カレッカレのポキポキですね。これは、ハスの種ではありませんか。今年開花した花の種ですね、これは。よし、そうだ、これを来年の春栽培しよう。来年の春も楽しみだな。おっと、この時期でまだこんな枯れ残ったような葉っぱがあるんですね。こんなのはね、そうそうないですけどね、こんな時期にもまだ葉っぱが残ってることがあるんですね。これはあれですね、年代ですね。年代ですね、これ。こういうものを使ってね、こうドライフラワー、もともとドライフラワーですね、これは。こういうのをね、リースに使ったりとか、クリスマスリースに使ったりとか、あとはね、ちりめんをこの中に詰めてこうね、飾りにしたりっていうなんか楽しみもあるみたいですね。ですから、こういうものを販売している時もありますね、土着園芸でも。で、枯れた時期のね、ハスの田んぼなんてもう何にもこうね、ご紹介できるものなんかないかなと思ってたんですけど、意外と来てみるとやっぱ何かと発見があるもんですね。収穫がありましたね。この種ですね、また来年もぜひ発芽させて、育てたいなと思います。通常であればね、5月とか、結構気温が高くなってからスタートさせるんですけど、来年はぜひですね、3月ぐらい、ちょっとまだ寒い時期に室内で発芽させて、それで栽培していってみたいと思います。そうすることによってね、スタートが早くなってより開花しやすくなるんじゃないかなと。これは全然、経験がないことなんで、チャレンジですね。ちょっとまたぜひ見ていただければと思います。それでは皆さん、さよなら。